1954年4月15日に逗子は逗子町から逗子市になり、市政60周年の今年は逗子市内でさまざまな記念事業が行われます。この花火大会も今日の日のために特別な花火を準備してきました。そして打ち上げの BGM に流れるのは4月20日の市政60周年記念式典で演奏されたマリンシティです。演奏するのは逗子久木沼和中学校吹奏楽部の皆さんの部分です。さあ、この記念すべき市政60周年の花火、果たしてどんな花火が見られるのでしょうか。それでは参りましょう。逗子市市政60周年記念花火の打ち上げです。ヘルパー入ります。このホームレースにも小さなお子様の歓声が届きました。逗子の街、私たちの街、逗子の60周年が皆さんの心に素敵な思い出として残りますように。花火が終わった。さあ、次はどんな花火になるんでしょうか。You can be fine! あー、見たもんね。